ちは。こんにちは。さあ、プロ野球も、はい、うん、もうね、残すところっていうところになってきましたよ。まあやっと前半終わって、はい、まあこう折り返し、はい、まあ各チームがね、ね、どんどんやんなっていくけども、でも折り返しといってもいつもの折り返しの試合日数よりかは少ないですから。いや、だからもうあっという間に終わるよ。そうですよね。で、ここでちょっと豊さんに、はい、12球団の、まあ、ここまでの振り返り、戦いぶりとか前半戦のね、前半戦の、はいはい、おさらいという形でまとめでしたいんですが、はい、今だから、まあ、はい、セ・リーグ1位、パ・リーグ最下位、うん、はい、という組み合わせでこうやっていくわ。あ、そのセットでいきますか。そのセットで。わかりました、ね、じゃあ途中でセとパの3位同士になるってこと、まあ、まあもちろんになるってことですか。もちろんもちろん。わかりました。で、まあ、今撮影が9月これ3日なので、まあ、3日時点のゲーム差であったり順位になります、はい、そうそう。だからまあ動画が流れるときは数字がちょっと前後するかもわからないけど、はい、まあそれは了承してもらって、ね、まず巨人からいきますよ。お、せやの。やっぱね、はい、大エース菅野が9勝0敗で防御率が 1.57、 続いて戸郷が7勝2敗、防御率が 1.90、はい、この2枚看板だよね、どうしても。大きいですね。やっぱ大きいよ。で、菅野は開幕戦で吉川尚輝が逆転ツーランを打ってくれたよね、はい、やっぱあれから乗ったね。あ、そこまでは、まあそこまではって開幕戦だからさ、はい、その途中まではってことですよね、うん、だから負け覚悟で降りてるからその時は、はい、でもそれが勝ちが転がり込んで、まあ、流れができたということね、はい、サンチェス、はい、まあ、4勝2敗、うん、まあ、防御率が 2.4、まあ、このピッチャーの力あるしさ、はい、だから、まあ、左のこれから後半は左の田口が2勝3敗メルセデスが2勝4敗、はい、この2人が左ピッチャーが勝ち出すと、はい、もう手に負えなくなる。ただこのじゃあ2人が、うん、なかなか調子が上がってこないと、うん、ちょっと若干苦しいは苦しいところもあるんですか。まあ、苦しいっていうか、はい、だから菅野、戸郷、うん、サンチェス、この3枚は割と勝ちが計算できるよね。あ、もうそこで、まあ、うん、まあそうですね。だから週さ、はい、もうこれで5割でいけば優勝だから、はい、もう2位と 7.5 を話してるわけだから今この時点ですよね、うん、だから1週間のうち6試合あるとして半分勝てれば5割でしょ、はい、参照すりゃ、うん、だからまあちょっとね、うん、で中継ぎがいいわ、うん、うん、で高梨、大江、中川、大竹、デラロサと、はい、いうことで、まあ、左も豊富だし、まあ、右も大竹がいいし、はい、デラロサがちょっと不安定だけども、でも球の速さ、力を持ってるし、はい、でこの左ピッチャー中継ぎの共通点がやっぱ左にバッターのインサイドに投げれるという。で、谷繁も言ってたけど、はい、左ピッチャーで左バッターのインサイドにきっちり投げれるやつって少ない、うん、だから外を狙われる、はい、でもこのジャイアンツの高梨、大江、中川っていうのはさ、やっぱりインサイドにしっかり投げられるわ、はい、これだとなかなか打てなくなる、うん、相手チームも、うん、さあ中盤って言ってももう得点ができないってことになりますよ ね、まあ、そうだね。で、野手に目を移すとさ、はい、坂本、丸、ウィーラー、うん、まあ、坂本、丸はとにかく調子悪かったんだけど、その時にやっぱ原采配っていうのは何をやらしたかっていうと、やっぱ送りバントやらしたよね、はい、あれでやっぱりチーム全体の緊張感が生まれたよ、うん、それであの2人がやるということ、またウイラーまでやらしたから、はい、びっくりした。そしたらやっぱ外国人だろうが何だろうがやらなきゃいけないという緊張感、はい、で勝たなきゃいけないという緊張感、うん、まあ、そういうものが生まれてるよね、うん、しかもウイラー取っといてよかったですね。いや、そうだよね、はい、うん、でやっぱりここまで前半戦光ったのは増田の足、やっぱり1点取りたい時にやっぱ増田が走って1点に結びつけるというね、はい、足で勝った試合っていうのもたくさんあるし、そうですね、だからジャイアンツの控えの選手ってさ、ひ弱なようだけどもやっぱり役割、目標をしっかり持ってるんだよね、はい、でまたベンチが持たせてるという、うん、まあ、そこら辺のやっぱ強みっていうものがやっぱあるね。そうですね、だから名前を聞くとさ、はい、なんかすごいなんかホームランバッターがいるとかさ、うん、そうじゃなくてやっぱ特殊技能を持ってるというかさ、はい、そういう選手をベンチに座ってるという、うん、でことあるごとにそのアイテムを打っていくという、はい、だから非常にこう流れるような攻撃ができるという、
そうですよね。でなんか今年固定した1番から8番ではなくて、うん、その岡本選手のその4番だけは固定されてて、あとは本当に打順入れ替わったりとか、そこに日替わりで今日は吉川選手、まあ、今日は新井選手っていう、すごいよ、面白いというか、まあ固定が一番いいんだろうけど、はい、でもやっぱり坂本丸っていうのが調子が悪くて、はい、で途中で坂本丸、うん、話したよね、坂丸コンビを、はい、それからまたチームが動くようになったし、2人の調子が上がっていったという、やっぱりよく選手もよく見てるしね、うん、あとはやっぱ危機管理能力、はい、これがやっぱすごい。でパーラーという外国人を取ったけども、やっぱこうちょっと自信暗鬼なところがあったんだろうね、だからウィーラーを取り、はい、で中継ぎが弱いっていう風にスタートしてて、うん、はい、高梨を取り、はい、やっぱ動きが早いわ、先手ですね。そうそうそう、だから各チームがそうやって戦力を補強しなきゃいけないところを、一番強いジャイアンツが先手を打ってやったっていうところがさ、まあ他の球団からするとやられたっていうことになるよね。そうなってきますよね、うん、だからまあ前半の反省点って言えばさ、そんなないわけよ、やっぱ坂本丸っていうのが調子を上げなきゃいけない、うん、でもここのところやっぱ2人が上がってきたからね、はい、これはやっぱぶっちぎるかなっていうふうに思う。もう現時点でね、7.5 ゲーム差、7ゲーム差ありますから、うん、これを他の球団が上回っていくのはなかなか難しい、うん、そうだね、だからまあ危機管理能力、本塁打が80本、はい、ダントツ、うん、で、得点が289、うん、これも1位、あ、まあ、だからもう今のところ弱点がないんだよ。そんなに得点してるイメージがなかったんですよ、ダントツ。いや、防御率もダントツだからね。あ、防御率はなんとなく、はい、イメージあったんですけど、だって得点能力はと80本のホームラン、はい、防御率がいいって言ったら太刀打ちできない。なんか一個隙はないんですか、勝てる他のチームが勝てる要素として何かないんですか。他が盤石だったらいいけどさ、はい、他も隙だらけだから、他のチームだからやっぱジャイアンツが、ジャイアンツが一番隙がないよね、そういう意味では。じゃあジャイアンツがここから落ちていくっていうことは可能性としては、可能性としてはやっぱ少ないよね。例えばピッチャー陣が打たれ出すとか、バタジが打てなくなるとか、それがない限りってことですか、うん、何もない。俺はないと思う。はあ。だから盤石だよね、今のところはね。そうなんですね、うん、ただやっぱそのなんていうの、今年は優勝しかないというところで、はい、やっぱ他のチームが消化ゲームに入った時にやっぱ若手を使い出してくると、もうダントツでいっちゃうよね、ジャイアンツは緩めないから、うん、だからこれがクライマックスとかあればさ、はい、クライマックスに向けての準備だとかいろんなことをやらなきゃいけないんだろうけど、今年は優勝だけだからこれはもう無理だ。そうですか。結構厳しいと思う。厳しい、はい、分かりました。何も隙がないのか。隙が今のところないね、はい、ただやっぱりその戸郷とか菅野が怪我したとか、あ、そうですね、うん、痛めたとかなってくると苦しくなるよ、はい、でもやっぱ今年のあの2人っていうのはちょっと怪我もしそうもないもんね、流れがいい時って。そうですね、うん、流れが悪い時って怪我っていうのは怪我がちになるけどさ、はい、でもそういうことではないと思う、うん、さあ続いてはパ・リーグの最下位の時点で、はい、オリックス、はい、オリックスが監督変えたよね途中で、はい、監督を変える日のオーダーっていうのが、セカンド福田、ライト吉田、はい、レフト T 岡田、3番ね、はい、で DH にジョーンズ、うん、で5番にファーストロドリゲス、うん、で6番センター中川、うん、7番宗サードでね、はい、で8番キャッチャー松井に、ショートに山足っていうのを入れてたのね、はい、大体頭に入った、まあ、言われたのは多分今ね、多分図で出てるとは思うんですけれども、うんうん、はい、で新監督になって、はい、新監督っていうか代行ですね、代行ね、はい、1番セカンド大城、はい、大城選手、はい、2番サード福田、はい、3番レフト吉田、はい、4番センター中川、はい、5番 DH ジョーンズ、はい、6番、ショート足立、はい、7番ファースト T 岡田、はい、8番ライト杉本、はい、9番キャッチャー伏見。変えてますね。変えてるって全員違うんだよすごいポジションも違うんだよ。こんなことあります。いや、あのね、1軍監督と2軍監督でしょ、はい、1軍が西村だった、2軍が中島だった、はい、代行で2軍の監督を持ってきた。
ここら辺はやっぱコミュニケーションを取ってんだよ。ファームの選手がどうなってんだとか、はい、それが変わった途端にポジションから何から打順から全部違うっていうことが、はい、もうねチームがうまくいってなかったっていうのが一目瞭然だよ、はい、これすごいですね。いやすごいでしょ、はい、えでも中島監督代行は2軍でやってたわけですよね。2軍でやってたけど、けれども1軍と2軍の監督って、はい、まあ、例えば巨人だったら原監督と阿部慎之助がやっぱコミュニケーション取ってるんだ、はい、ファームでどうなってるんだと、うん、でこの選手がいいですよとかこうコミュニケーション取ってるわけね、うん、そしたらそんなに意思の疎通を変えてるわけじゃなく、これはあからさまにさ、なんかお前ちょっと違うよって打順の組み方、お前選手の特性知らないよみたいな感じで変えてるわけよ、うん、すごいですね。いや2、3人だったら分かるよ、はい、9人全員違うってどうよ。ちょっと同じチームだと思えないでしょ。思えないでしょ、はい、やっぱり問題点っていうのはやっぱそこにあるということだよね。これは監督があの日辞任ってなりましたけども、数日前からもう言われてたことなんですかね、もしかすると。いやだからまあ代行だ、代行をやらす人間には、はい、まあいついつこうなる可能性があるからっていうふうに準備しておいてくれっていうことは言われるだろうけどね、はい、じゃないといきなりね、いきなりポンはできないですもんね。まあね、だけど一軍に来て、まあ、コーチもいろいろ入れ替えてみたいなことをやってたけど、はい、やっぱコーチもやっぱりなんかちょっと違うんだよね、感覚が。なんかあったのかなって思いますよね。そうだよね。で、まあ投手陣は山岡が早々に離脱したじゃない、はい、ね、でも山岡、山本、田島、うん、で山岡が0勝、山本が3勝2敗、はい、田島が1勝、うん、でもね、この3人の力を考えるともう前半の時点で3人で20勝しといてほしいわけ。20勝、はい、でも何勝だこれ、3勝と1勝、4勝しかできてないんだよ。20勝しかできないのに4勝、大誤算。いや、だからピッチャーとしては大誤算なんだよね。うん、で、C のソフトバンクとはチーム打率はほぼ一緒なんだけどさ、はい、やっぱホームランの数がソフトバンクは75本に対して42本と少ないわけ、はい、で、まあ破壊力もない、うん、ね、打つべき人が打てない、うん、とか足が使えるのに作戦面がやっぱどうしてもこう後手になってるという、まあ勝てないからね、はい、走らせられないっていうこともあるんだろうけども、足の使える選手っていうのがやっぱオリックスにたくさんあるんだよね、はい、だから後半に向けてはやっぱ思い切った大胆な采配をやっぱ取ってほしいなということだよね、うんうんうん、で、まあ野手の中でよくやってるっていうのは吉田一人で、ロドリゲスっていうのを前半使ってたんだけど、はい、2割1分6厘5本のホームラン、外国人、助っ人外国人少ない、もうね、使う価値がない。おー、だからまあ中島監督になってから外したけど、はい、まあ正解だと思う、うん、まあ、それから3連勝したけどね、まあその後すぐですけれどもね、うん、はい、だからまあ中島監督っていうのはやっぱオリックス生え抜きだし、まあそういう面では遠慮もないだろうしね、はい、だからそこら辺大胆に作用を振るってほしいというふうに思う、うん、でこのメンバーに変えたということは、これはもう来季を見据えてっていうことですか？いや、来季を見据えてっていうかさ、まあベテランも入ってるし、はい、まあ中島監督の好みじゃない、うん、いや、やっぱ監督って好みあるからなまあ、そっか、うん、ただこう、あの、まあパリーグはクライマックスシリーズがあるじゃないですか、うん、ただこの現時点でオリックスはまあどう、まあ、厳しいというか非常に厳しい状況の中 でもさ、はい、来年も再来年も続いていくわけだから、はい、まあ、さっき言ったように山岡、山本、田島、うん、この3人でやっぱり前半終わって4勝、はい、まあ、9月山本がこの前勝ったのかな、あ、勝ちました、うん、はい、だから5勝ぐらいでしょ。これじゃやっぱ寂しいよ、他のピッチャーたち、まあ、このピッチャープラスですか、プラス、いや、プラスもそうだけど、はい、まあ、これが3枚看板とすればさ、はい、この3人は絶対負けちゃいけないという立ち位置でやっぱり野球をやらなきゃいけないし、はい、この3人が合わせて5勝じゃさ、うん、話になるんだよね。いや、そうですね、うん、ということは後半戦はオリックスの戦い方としてはどういう戦い方ですか？やっぱね、ピッチャー中心だよ、うん、やっぱ打てないから、うん、それで足を絡めてホームランが少ないし、う
あの点を重ねていくという、うん、で投手力っていうのはもともとあるチームだから、はい、だからそこら辺を強みとして、はい、まあ、足を絡め点を取っていくという、だからロドリゲス、はい、2割1分6厘5本のホームラン、うん、こんなのは使っちゃダメだと。スケットでも、スケットでも何でも、うんうん、だからまあそこら辺の目先を変えた戦い方をしないと、はい、やっぱこのまま低迷が続くということですね。なるほど、はい、わかりました。じゃあまあ今日はセ・リーグの1位の巨人と、はい、そしてパ・リーグの、最下位のオリックスのまとめを取り上げました、はい。